さあ、12月6日です。月曜日になりました。週足の方から今日も見ていきます。全体的にはね、レンジなんですけどもね、どうなるでしょうか。こちらです。はい、えー、週足ですよね。やっぱ月曜日は週足を見ていかないと。こういう風にぐーっと上がってきて、で、今どうなってるかと言いますと、ちょっとね、こう、上げ止まりですよね。もうこれ以上上に上がることはないんじゃないかなっていう風になってきました。えー、120円の方までずーっとぶち抜いていって、まあ、そのうちね、 なんて言いますかあのまあ介入ですよね日銀の市場介入でもない限りは120円いっちゃうのかなと思いましたけどもここに来てまあドルの方もねいろいろと状況が変わってきたみたいで、えー、売りが入ってるみたいですよね現在の価格は114円で落ち着いていますまあ115円になったり急に112円台になったりすることはないというふうに考えられますねしばらく横ばいでいくんじゃないですか じゃあ、デイリーの方を見ていきます。うん。デイリーなんですけども、私が思うのはここですよね。この黒い線が引いてあるでしょそれをなぞりますよ。ここをブレイクして、下の方に行くんじゃないかなというふうに感じてます。ここから大きく陰線が下の方にね、伸びていって、で、上の方に行く要素がちょっと見当たらなくてなってきましたからね。うん。で、これがないとき、これがないときっていうのは、 上昇傾向のロウソク足しか特徴としてテクニカル出てなかったんですよ。ですんで120円の方まで行くんじゃないかなというふうにね、どん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 上がっていったでしょ。でもここに来てドーンと落とされてで一旦ここで止まっているとはいえね、ちょっと下の方に割りそうな雰囲気をね、4時間以下で出してますからね。で、4時間の方を見ていくと、こういうふうになっていきます。えっ、ー、と、こちらの力点を線で 引っ張っているのがここなんですけども下の方にねどん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 トライしているところが見えるわけですよえ、そしてここから大きく落ちてきていますからねこの下落圧力は結構厚いんじゃないかなと思ってますでこれが1時間で見るとね横レンジになってるんですよいいですか横レンジはまそっかじくんの中ではね得意とされている コーベーションですけども、えー、こんな感じですよねもうちょっとここまで伸ばしてもいいんですけどもねちょっと黒い補助線からちょっとだけ下に外れるんですけども補助線が有効なのはこことこことここかなでも本来はここですよこの補助線をレジサポラインを割り込んで急速に内側に入ってるんで便宜上ボックスは今書いてるこのボックスにありますけども どうもね、ここを割るんじゃないかな。112円の76はもう割りかけてますんで、112円の580。これもちょっと割っていくんじゃないかなと。エントリーするのはさらに下の切り板にしときましょう。112円の480を見やすに、ここを割ったら、ここを割ったらね、売りで試しに、いつもとは半分ぐらいのロットでエントリーしてもいいんじゃないかなと思ってます。はい、えー、それがね、今週の見方ですよね。 うん。まあ、月曜日は様子見なんですけども、とりあえず112円の480を仮設定しますので、これをわったらセルの方に入っていきましょう。それ以外はレンジを守ると思ってね、いつものオプションで行ってください。いつものオプションって覚えてます忘れてますいや、上の方に行ったらセルで入って、下の方に来たら倍で行くっていう、内側に内側に寄せていくレンジオプションですよ。 これ忘れ忘ないいでくださいね <laughs>。それで同時にブレイク狙いもやるってことです。だからレンジオプションが速回軸の中では得意技だということで皆さんにも同じパターンでいつもお伝えしてるわけなんですよね。それじゃあ頑張ってください。失礼します。